皆さんこんばんは。それでは続きです。狼殿もいらしたのですね。私は仏を彫る音を聞くのが好きで、時折ここを訪ねるのです。ではまた。お前さん、そいつを、その指をどこで手に入れた？落ち谷の獅子猿が喰らっていた。そうか。猿の腹の中とはな。そいつを貸しな。お前さんの忍び義手に仕込んでやろう。少々。ナイフの軍が来ています。そうか、相も変わらず奪うことが好きな連中じゃ。炎はまだ消えませんか？エマよ、何度聞いても変わりやしない。いくら仏を彫ろうとも偏差の炎は消せぬ。押しとどめるがせいぜいじゃ。少女。何じゃ。もしその時が来たならば、せめて私が、わしは仏を彫るので忙しい。やな。なんだ。お前さんが切ってくれ。何のことだ。とぼけやがって。あの子に切らせるのは、ちょっと、忍びに、頼む。物資殿が何を言ってるかは、最後あたりでわかります。散々邪魔してきた大蛇に、やっと仕返しできる日が来ました。ところに戻るんですが、かがり火転送はできなくなってます。来ぬなあ。皇太の刻限などとうに過ぎておるというに、誰も来ぬではないか。お勤めご苦労。もう休んでよいぞ。足の城に忍者軍団が襲来してて、占領されて転送ができなくなってます。この頃になると、古英州って忍者があちこちに配置されるようになってます。されてます。地図で見つけましょう。こいつは火に弱く、火を見ただけで一定時間ひるむので、ひたすら足を上げて振り上げて一人切りするだけです。足りない分の片白は片白流しすれば、火打ち斧でもいいので体感で火打ち斧の方がいいです。皮膚気まとい切りは HP を減らして勝つ戦法なので、体感ゲージ貯めるよりもどうしても時間はかかります。
ここにも新たに中ボスが配置されてます。隅っこに雑魚敵が一人配置されてるんですが、こいつを傀儡の術で操って2対1にするのも攻略法の一つ。私は倒してしまって、忍法ゲーム終了で一旦ボスのタゲを切ります。姿隠しを使うと最初で不意打ちできるので、ライフ1個減らせるんですよ。雑魚忍者を味方にして2回倒すよりこの方が簡単です。あのボスは毒攻撃をしてくるので、あらかじめ弱い毒を飲んでおきます。こうすれば敵の攻撃で毒状態になることはありません。そしてご演習だけではないですが、火打ちを狙ってみるとスーパーアーマーとか攻撃の中断を決められることはないし、最初は無理も高まっていても、さらに炎上して動きも止まる。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩人、お守りしたいだけにございます。お主は竜院に見入られたか。話すことはない、去るがよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。わかりごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を竜院を手中にしようと思う。ですが。わかっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。分岐です。
クロウ君を捨てるとバッドエンドコースになります。父の言葉に従い、巫女を捨てる。それで良いのだな。取り返しがつかないので再確認です。はい、起きては絶対主よ、巫女を捨てまする。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。エマさんとはここでしか戦えません。マイラ、エマさんは不能力が高い。普通に切りかかっても魔族に枯れない。なので距離を取ってなるべく攻撃後に背中を切るように動いてます。リングを使えば楽勝でしょうけど、この後強敵とのグレーズが上がる。エマさん相手ではあまりアイテムを買いたくありません。なしにはできぬ。セキロよ、お主愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。再び修羅。
修羅を切らせになろうわな。アシナ一心戦です。簡単に勝つ方法があるんですけど、一戦目は普通に戦います。敵後の隙を背後から切りたいところです。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。私のせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。
アシナもナイフどももこの国ごと食らうてくれるわ。我武士ゆこんじゃえ。油断しすぎじゃないですかね、父上殿。なぜお前が。しら平田屋敷の返しだよ。バレてないと思ってたの。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。というわけで、無事バッドエンドです。次回からは、また通常ルートに戻りますね。それではご視聴ありがとうございました。